狼気候放浪記、山梨県の南アルプス市に来ています。ここは仮穂稲荷神社、まあお稲荷様の神社ということで、お社自体がかなり小さくて、周りが農家の、住宅が多いんですが、そのど真ん中にあります。ここの近くは何度も通ってるんですけど、こんなとこあったって知らなかったですね。周り住宅なんですけど、今見えてるお社がいくつか見えるんですが、左上の狼と関係ないんで、ちょっとその詳しく伝えたいんですけど、右の方ですね、今見てきたんですけど、現在2体の狼像、石像があります。こちらですね。はい、特にですね注目したのが左の像なんですね。両方ともあの足が欠けてしまって、ちょっと見にくくなってるんですが、まず左の像を見てみましょうか。はい、こちらもですね、多分まとめられてる感じがするんで、まあ元は大きなお社があったのかもしれませんよね。稲荷神社という名前のわりにお稲荷様は見えないんですね。中にもちょっといないみたいですね。まあ、気になるところでは、まあ、あの真理支殿、中戸神社、駒竹神社というものが見えます。そして今の像なんですが、これまた面白い格好をしてますね。首をかしげてるのか、それとももともと横に向いてあったのか分かりません。足型が残ってますね。間違いなく足はあったんでしょうけど、尻尾が短くて、胴体がもう本当に細くて、ちょっとだけあばらが見える感じで、この多分ね、ここがずれちゃってるんですね、首が。で、なんか偶然に見るとなんか首をかしげてらっしゃると。でも実はあのちょっと関係者じゃないんで触れないんですけど、多分戻せると思うんですけどね。歯がすごいですね。これですよ。目つきもちょっと稲荷神社なんで狐さんかなとも思ってるんですけど、もしかしたらっていうところでですね、まあ、一応あの他の方も、お犬様の像ということで紹介をしている方が多いんで、まあちょっと根拠は分かりませんけど、まあ狐さん耳がね、ちょっと中間ぐらいのがやっぱり最近多いんで、なんとも言えない。ただここ稲荷神社って言われてしまうと、狐でしょって言われるとね、確かに。まあでも尻尾が短めで、何かを守っているような感じがしますね。安政ですよ、江戸時代、幕末ですね。まあおそらくここに直されてる感じがすごくするんで、まあ稲荷神社としてはちょっと、もう神社としてはですね、ちょっと錆びれてしまってるという状況です。ですから首をかしげてる狼像と言いたかったんですが、かしげてはいなかったです。単純に首がずれてしまってるだけと。でこちらは逆にお顔はないんですけど、こちらはですね逆に狼っぽいんですよね。まあちょっと狐さんかなとも思いつつもですね、やっぱりお犬様ということで期待して見てるんで、そういう風に勝手に見えてしまうのかもしれませんけどもね。ね、これをちょっとお犬様で紹介してる方ともコンタクト取りたいですね。どういういきさつでこれがお犬様になってるのか。お顔もないし足もないんで、唯一胴体の部分がお犬様っぽい、尻尾はちょっと短めというところですかね。どうも左の像がね気になりますけど、はい、仮穂稲荷神社の狼像でした。